お隣の国結構大変みたいやんね。ライブドアニュース。2019年9月10日。韓国経済に忍び寄る D の恐怖。デフレの恐怖。物価上昇と少子高齢化の未来。ざっくり言うと、韓国では本格的なデフレが始まったのではないかとの懸念が強まっている。8月には消費者物価上昇率がマイナスに転換し、少子高齢化も進行中。韓国は積極財政に乗り出したが、効果は未知数だとエコノミストは話した。韓国に進出している日本企業は、ちゃっちゃと帰ってきましょう。これは JB プレスをまとめた記事です。9月10日、韓国経済に忍び寄る D の恐怖。記事によりますと、あの頃の日本経済について聞きたい。9月に入って急にこんな問い合わせが、韓国の産業界やメディア関係者から増えている。ついこの間まで日本政府による韓国向け輸出規制強化や日韓関係についてが圧倒的な話題に中心だったが、話題の中心だったが、でしょうね。突然変わってきた。その理由は D の恐怖だ。あの頃というのは日本が長期経済低迷に見舞われた、失われた20年当時のことだ。失われた20年の引き金を引いたのは自民党にいた小沢一郎。民主党に行って政権交代した途端に、小沢訪中団として中国共産党にご挨拶に行ったやつ。影薄なってるけど。メロリン級と仲間たちから国民民主党行きはりましたな。あいつですよ。小沢一郎は本当にとんでも議員です。記事戻って。消費者物価上昇率マイナス 0.04% ってちっちゃいタイトルがついてます。2019年9月3日、韓国の統計庁は8月の消費者物価動向を発表した。消費者物価上昇率は小数点以下、一桁までの公式発表では、前年同月比 0.0%。二桁まで見るとマイナス 0.04% だった。ダメじゃん。1965年に韓国政府が統計を作成し始めてから、消費者物価が公式発表数字で 0.0% になるのも、実際にマイナスになったのも初めてだった。さすがムンジェイン効果。統計庁の発表の前後、韓国国内ではムンジェイン大統領の側近で9日に法相に任命されたチョグク前青瓦台民情主席秘書官の各種の疑惑をめぐる問題にメディアの関心が集中していた。そんな中でも企業人や経済記者の間ではこの消費者物価マイナスを衝撃的な発表を受け止めた。手におはおかし、衝撃的な発表と受け止めたんやろな。字幕は書いてある通りにコピペしときますね。毎日経済新聞は D の恐怖襲来と大きく報じた。韓国の消費者物価上昇率は2019年1月に同 0.8% となり、それ以来 1% を下回る水準が続いていた。ついにこれがマイナスになったのだ。さすがムンジェイン効果。北朝鮮の主体思想、主治思想、経済のことなんかわからないって感じ？記事はいろいろ書いてありますが、本格的なデフレが始まった。で、少子高齢化になるよ。で、もうすぐ人口も減少するよという記事なんで、日本の企業はこのチャンスに撤退しといた方がいいよって言いたいんですね。で、今後、韓国と仲良くしないといけないって必死になって言うてる方、ちょっとおかしいと思う。まあその気持ちはわからんでも、いや全然わからへん、全くわからへん。理解しようとするのは時間の無駄なんで、まあ諦めろんって感じで、もう断行しといた方がいいと思いますよ。この先お付き合いして何もいいことはないような気がします。